デンハーグにあるハウステンボス宮殿国家遺産はオランダの国家的な遺産のこと。教育、文化、科学省の文化遺産局が登録制度を運用している。オランダの国家遺産はその歴史的、文化的価値から保護、保全されるべきものとして政府により指定された不動産を言う。国家遺産に指定されるためには 対象が50年以上経過していることが必須条件であり、さらにその他の基準にも合致している必要がある。国会産の指定件数は、おおよそ6万2000件に達する。教会、城塞、風車などが指定されているが、全体の3分の2を住宅が占めている。国会産の管理を所管する組織は、以前は遺産保護局と呼ばれていたが、近年解消し、現在は、 文化遺産局と呼ばれている。現在、国会遺産を所管する法律は、1988年遺産法である。この取り組みは、1954年、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約を採択したハーグ会議期間中に始まった。2009年6月、ハーグ裁判所は、国会遺産に登録されている建造物を個人が購入した場合、 譲渡税を免除する旨決定を下し、この決定は2009年5月1日より発行した。この免税措置は法人にのみ先行して適用されていたものである。オランダの都市別の国会遺産の登録件数は以下の通りである。ただし、登録対象となる建物等の数は若干少ない可能性がある。一つの登録対象に対して複数の部分が 別個に登録されることがあり得るためである。首都アムステルダムの登録件数は7385件に達し最多となっている。ありがとうございます。